この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、皆さんこんにちは。顔はきもめん、声は NHK 人生は巨大迷路、インターバン6304です。私は今ですね、苫小牧市の国道36号線にいます。今日はですね、これから苫小牧西港の、フェリーターミナルに向かいまして、そこからフェリーに乗って八戸の方にですね向かう予定です。今日の日付がですね、4月の何日だっけ、26日ですかね。4月26日で時刻が18時50分ということになります。まあ、今回ですね、フェリーの出発時刻は21時15分なんですけれども、車を乗せる場合は90分前に行かなければいけないということで、19時45分までにはフェリーターミナルで手続きをですね済ませておかなければならないと、そういうルールがあります。本当はね、沼の畑西インター、そこで降りた方が近かったんですけど、ちょっとうっかり間違えてですね、苫小牧東で降りちゃって、国道36号をですね、走るという状況になってしまいました。連休だからっていうよりも、帰宅ラッシュだからなのか、あるいは国道36号だからなのか、交通量はですね、多いですね。それでもフェリーの出発時刻に間に合わないっていうような状況ではないと思います。よく船に乗ってる動画、苫小牧からフェリーに乗ってる動画載せてる方いるんですけれども、フェリーに乗るところの車載動画載せてる人ってどれぐらいいるんでしょうかね。ちょっとね、そのあたりはわからないです。時間があったら調べてみてください。はい、それでは青信号になったので先に進んでいきましょう。今日はですね、あいにくの雨です。夜なんで、雨でも晴れてても大した変わりないといえば変わりないんでしょうけれども、なんかね、今日から明日にかけて冷え込むらしいですね。雪が降るっていう天気予報が出ています。北海道が雪降るっていうのはまあまああるんですけれども、でも青森もね、雪が降るっていう話がありまして、僕は八戸の天気予報を調べたんですけれども、八戸も雨もしくは雪みたいな天気予報になってて、これはやばいなっていう感じではありますね。はい、そしたらですね、先に進んでいきましょう。なんか正面にですね、なんか赤いタワーみたいな、航空障害灯がついたタワーが見えてきまして、さすが北海道一の工業都市苫小牧といったところですね。苫小牧は東西に長い町でして、今いるところが多分市街地の東の外れぐらいだろうと思います。やっぱりトラックが多いですね、苫小牧は。思ったのが、国道沿いに結構ね、
フラッと立ち寄りたくなるようなですね、定食屋さんとかそういうのが多いですね。飲み屋じゃなくて定食屋、多分トラックドライバーとかが立ち寄るようなそういう店が多いですね。車に乗る人にとってはこういう店の存在ってありがたいんですよね。そしてフェリーターミナルは次の交差点左折です。左のトラックは何かなと思ったら、これ中古トラック屋さんみたいですね。値段が全部ですねアスクになってますね。値段わからないっていう時価みたいな、ね、中古トラックってそういう感じで売られるんですね。初めて知りました。はい、そしたらここで左折していきます。これ左折の方が実は国道36号だったりします。左には何だろう、コスモグラフィックっていう、何作ってるか分かんないですけど工場があります。まあ、いかにもね、工場地帯っていうようなところをですね今走っています。苫小牧意外とね道路複雑なんですよね。国道36号はこれの次の交差点、今赤信号になってるところは右折になるわけです。ただね、西港フェリーターミナルは直進って書いてあるから、これはなんかねまっすぐ行かなければいけないらしいです。そしたらですね、先に進んでいきましょう。ここで跨線橋がありまして、これで室蘭本線と室蘭本線、千歳線、日高本線を越えていく感じになりますね。西港のフェリーターミナルはですね、次の信号を右折ということになります。右方向ですね、西港フェリーターミナル。ちなみに苫小牧はですね、東港フェリーターミナルっていうのもあります。フェリーターミナル2つあって、こう離れてるんで間違えると致命的になりかねないですね。とりあえず八戸、大洗、名古屋あたりはこの西港ターミナルということになります。苫小牧はですね、道路がやたら広いんですね。片側4車線のまっすぐな道路っていうのは北海道でもなかなかめったに見ないですね。非常にアメリカンです。左には神組っていうなんかまた工場があります。この辺はもう完全に工場地帯ですね。苫小牧港のすぐ脇を通っている道路ということになります。片側4車線もあったら本当にね、どこ走ったらいいか分かんなくなりますよね。アメリカに行くと結構こういう道路ありますよね。ハワイとか小さめの島でも道路の幅だけは結構がっつり取られてますね。アメリカってまあそっか、このアメリカンテイストがこの苫小牧市をですね進んでおります。左には倉庫やら工場やらがですね、たくさん並んでます。どっかでなんか似たような風景見たことあるなと思ったら、木更津ですかね。
木更津になんかこういうところあったような気がするんですけど、ちょっとね記憶が曖昧なので分かりません。ただなかなか大陸的な感じのする工業地帯です。700m 先を左方向だそうです。いやーでもね、なかなか苫小牧のこの風景ってのも結構ね貴重な風景なような気もしますよ。北海道に同じようなところってないですからね、こんな片側4車線の道路で工業地帯がですね続いているところは北海道になかなかないですからね。で出てきましたね、西港フェリーターミナルの看板が。はい、それではですね、青信号になったので先に進みまして、でここを左折していくと、なんだコンビニエンスストア、メモリア、観光お土産物店、フェリーターミナルの中にお土産物店が入っているんでしょう。どんなものが売ってるんでしょうかね。まあ、なかなか船の中で買い物っていうのも難しいですから、そこで物を買っていかなければいけません。まあ、ちょっと暗くてよくわかんないかもしれないですけど、結構やっぱり周りは工場が多いですね。ただあんまりピッカピカに輝いてる工場ってないですね。やっぱり工場夜景だったら苫小牧より室蘭なんでしょうかね。なんだフェリーターミナル直進って書いてあるから、とりあえずね直進します。乗船チャージ駐車場ってのもあるんですけど、苫小牧から船に乗るのってこれで2回目かな。僕は2回目、この車は初めてですね。この車は初めて北海道の外に出るんですよ。北海道からこのフェリーで出るときってねワクワクしますね、やっぱりね。まあ、内地から来る人はね苫小牧に来た瞬間にワクワクするのかもしれないんですけれども、乗船車両直進って書いてあるけど多分ね直進だ、違ったりしてる。八戸はね左って書いてある。左行くんだ、八戸駅って書いてある。とりあえずね、とりあえずここに入って、なんだろう、この乗用車と書いてあるところに並べば良いのだろうと思います。まあ、21時15分になる前に住み込まなければいけないということになりますからね。ん？駐車場って書いてあるんですけど、これあれか、並んでるんじゃなくて駐車するんだ、向こうの方に。いやー、どこに止めたらいいかよくわかんないけど、とりあえずこの辺に止めておけばいいのかな。そうだよな、きっとな、きっとそうだ、
となんかねこの辺に止めておけばいいんだと思う。下り列車が参ります。黄色い線まで下がってお待ちください。下り列車が参ります。黄色い線まで下がってお待ちください。